はい、それでは続きやっていきましょう。この犬が可愛すぎるんだけど、プルプルワンコが可愛すぎるけ。帝国兵から奪っちゃえというお話ですね。どこに行って帝国兵ぶっ倒せばいいですか。やっぱりカスタルムセントリーの近くだね。行ってみようか。やってみる。やってがあれですけどね。不穏なやってなんだけどね。やってみるぞ。倒せばいいんだろ、要は。やってやんよ。ちゃ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 ん。ちゃ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 ん。崩壊したキャンプをすり抜け。ガチャはすり抜けないでほしい。チャチャラチャ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 ン。ここ囲まれてるのか。じゃあこっちからぐるっと回っていって、フェイトが重なってるね。なんでか知らないけど、フェイトにジョインしたくありません。よいしょ。チミたちをぶっ倒せばいいということを聞いたよ。待ってね。まあ考えてね。怒られてる気がしてた。よし、なんかゲットできた。ベースをゲット。僕も回復できてる。あそこにいるね。あそこにいるやつを先制で攻撃しよう。いっけー。大胆くん。からの向こうにもおるぜよ。いや、うわ、アウトバーストみたいな。そうでもないのか。そういうわけでもなく、エンフレア。ボコにしてるじゃねえか、この野郎。別にシャレじゃないんだけどね。これで一応全部回収できたかな。一旦このフェイトから。サルクなんとかに装備を見せる。そういうお話でしたね。戻ろうか。モーデナに戻ろう。てか、こんだけ帝国軍の基地の外で暴れてる国に、
造園とか来たりとかして見つかってさ、そういうのないの？むしろないんすか？どうなってるんですか？帝国兵の兵装、それに兜は手に入りましたか？手に入れることができたら、いいよ。これとこれでしょ。でもやはりそうでしたか。外見だけそれらしく見えれば工房に持っていけと。はい、工房は北にありますと。直してけろーっていう話だね。ロエナ記念会館、ここにいるの？エギンウォルフさん、あなた。あなたがサルク・マウルク様のおっしゃっていた冒険者ですね。はい、これとこれを直してください。頼みましたよ。なるほど、こういうことですか。ご心配なく、修繕は内密に行います。あの方を裏切るような真似はできませんから。あの方はウルダハのとある富豪のご子息でしてね、私もロエナ女子と専属契約を結ぶ前はとてもお世話になったのですよ。ほほー、冒険者に強い憧れを持っている方でしたが、まさか冒険者そのものになっているだなんて夢にも思いませんでした。もっと無駄話が過ぎたようです。すぐに修繕に取り掛かりましょう。少々お待ちを。できた？できました。防具としての性能はともかく、外見はそれらしく修繕できたはずです。いや、防具としての性能もついてだったらさ。さを受け取りよ。サルク・マウルク様によろしくお伝えください。まあ、多くは求めないよ。欺き作戦が成功さえすれば。してこれを持っていけばいいんだね。さっきから渡してばっかりですけど、相変わらず彼はいい仕事をしますね。任せて正解でした。これなら並走するには十分でしょう。これで帝国兵になりきることができますね。変装する際はくれぐれも きちんと装備してくださいよ。ではこちらをお返しします。帝国はタップに攻め込んでは属州とし、現地民を徴兵して戦力としているのです。そして反乱を防止するため兵を攻防へと頻繁に移動させる。つまり末端の兵士に関しては個人の認識がかなり低い。そこにつけ込めば侵入も良いでしょう。私のようなものがあなた方のお力になれて幸せに思います。おや、私が富豪の息子ですって？おかしなことをおっしゃいますね。私は一回の冒険者、志を同じくする者として協力させていただいているだけですよ。首相だね。魔導アーマーを奪取せよ。だと？いろいろと奪わないといけないものが多いんだね。計画を実行に移したいようだ。ふむ。これやる前に聖堂と邪道やろうかな。おそらくジョブクエストだと思うから、待ってね、移動して終わりにしようか。ブリダニアでいいと思う。邪道と聖堂でした。どっちが先かっていう問題なんだが、
ね。レベル50になったから受けれるとは思うんですけど。あ、あるね、アフガルだけに。新たな魔法とかゲットできるかな。いや、ミトラちゃん、新たなお師匠。お、やっと道着が。これめちゃくちゃ防御力上がるじゃん。サマナーチェスト、可能レベル50、アイテムレベル90、エンキンドル、振り召喚する、エギの実行するアクションが変化する。よし、次回はじゃあこのちょっと横道だけど、聖堂と邪道じゃなかった、邪道と聖堂をやりましょう。逆やっちゅうね。ご視聴ありがとうございました。